日本九州地方福岡県福岡市沢楽。ももじももじは福岡市沢楽の地名。現行の行政地名はももじ1丁目からももじ3丁目までである。面積は49.74ヘクタール。2021年6月末現在の人口は6862人。郵便番号郵便番号814-0006。福岡市の都心部とされる。 中央区天神島の西方、沢楽区の北部で、博多湾に近く、室見川の下流右岸沿いに位置する。北で、桃地浜と、東で西陣と、南で藤崎及び弥生と、南西で金屑川をまたいで室見と、西で室見川をまたいで、西区、あたご及び豊浜と接している。あたご、豊浜とは、あたご大橋で、室見とは、明治通りのほか、 その北部と桃地橋で結ばれている。かつては桃地松原と称される松の人工林と海水浴場で知られた。なお、百道において戦後急速に宅地化が進み、1980年代にこの沖合で埋め立てが行われ、百道に隣接する桃地浜等を含む地域として、シーサイドも持ちが福岡市におけるウォーターフロント開発の象徴的地域となった。 桃地の西側に次の河川が横断している。都市計画に関しては、福岡市都市計画マスタープランにおいて、100道を含む藤崎地域に、西陣地域及びシーサイド、桃地地域を合わせた地域は、都心部を取り巻く東部、南部、西部の3つの広域拠点のうち、西部広域拠点として位置づけられている。用途地域は、南側の明治通りの道路境界線から、 南側大おおね30メートルの範囲は、商業地域に、100道2丁目のうち市道100道342号線以南、及びヨガトピア通りの道路境界線から、南側大おおね50メートルの範囲は、第2種住居地域に、ももじ1丁目の市道100道311号線、及び100道316号線以南は、第1種住居地域に、市道ももじ通線の道路境界線から、 両側おおむね30メートルの範囲は、第2支中高層住居専用地域に、これら以外の範囲は、第1支中高層住居専用地域に指定されている。また、ももじ3丁目の一部において、建築協定の区域として、ももじ3丁目1.3区が定められ、住宅地としての環境を高度に維持促進することについて協定が締結されており、通常の用途地域の規制に加えて、 さらに建築物の高さ等に関する制限が加えられている。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された工事地価によれば、桃寺山丁目16の18の地点で20万7千円平方メートルとなっている。1274年、現行の文英の役においては上陸した桃古軍との激戦が繰り広げられた。氏伝に、 戦を桃寺源とある。江戸時代になり、1619年、初代福岡藩主の黒田長政が、家臣に桃寺浜江の松の植林を命じ、博多、名野浜などの町人から一軒につき一本の松を提供させた。これにより百道松原と称される松の人工林が作られた。1666年には、藩主、黒田光之により、 松原の南東部に紅葉八幡宮が造営された。福岡藩は毎年4から7月には桃地松原の先の波打ち材を石火や稽古所とし、法術訓練を行っていたという。昭和時代前半までは1913年に福岡刑務所が建設された程度で、海岸は球体を保ち、海水浴場として親しまれていた。戦後、 松原を切り開いて宅地が造成されていき、さらに1965年に移転した刑務所跡地を利用して官庁群や分譲団地が建設された。1969年には、それまでは通称名でしかなかった桃字が西新町、藤崎町、弥生町を分割して新しく町名として設定された。桃字の地名の起こりについては、はるか、 昔この地域が干潟であった頃、そこを往来する人々の足跡が東西縦横に交差する様を百の道と表し、転じて桃字となったと言われている。古くは百草寺原とも呼ばれた。また、遺説では語源は桃道で原義は合戦の場とも言う。原稿の大折、日本軍とモ古軍が激しく揉み合った合戦場。 1969年に、それまでは、通称名でしかなかった、ももじは、西新町、藤崎町及び、弥生町の各一部を分割して成立した、町名として設定された。ももじ1丁目から3丁目までを合わせた人口の推移を、福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は、各年9月末現在である。交通に関しては、 地下鉄の藤崎駅の北側で、藤崎バス乗り継ぎターミナルが接続し、福岡市の主要な交通結節点の一つを形成している。鉄道については、福岡市交通局が運営する地下鉄が地区の南側に通っており、ももじと藤崎にまたがる位置に次の駅がある。バスについては、西日本鉄道株式会社が運営するバスが運行しており、次の停留所等がある。 長域内の主な幹線道路は次の通り。長域周辺で有料の自動車専用道路は次の通り。現行ボール類。ありがとうございます。